花の乱は、1994年4月3日から、同年12月11日にかけて放送された33作目の NHK 大河ドラマ。放送回数は、全37話。平安県と1200年を記念して、室町幕府第8代将軍、足利義政の妻である、日野富子の生涯と、応人の乱及びその前後の状況を描いた。 近時代には1991年の太平記後半が室町幕府初期となるものの南北朝時代や戦国時代との重複期間を除いた純然たる室町記を正面から舞台とした作品はこれが初の試みとなったビデオリサーチによる視聴率は平均で14.1%最高で18.3%となり2012年の 平野の清盛が記録を更新するまでは、大河ドラマで最も低かった。特に8月14日放送の第20回、千雲の都が記録した視聴率10.1%は、2012年の大河ドラマ、平野の清盛の第45回、持ち人王の領事にて7.3%を記録するまで、大河ドラマ歴代ワースト1位だった。 市川段十郎にとって1985年の段十郎襲名以来初の NHK ドラマ出演になった。また野村万斎もドラマの放映が始まる1ヶ月前に万斎を襲名したばかりだった。このドラマで本格テレビデビューを果たした松高子、市川海老蔵、野村万斎らは本作での演技が好評を得て、その後多くの TV ドラマに出演するようになって、 人気を博していく。他にも、奥田英二、段文、み、松本白王、慶町子、よろずや金之助、佐野史郎、藤岡弘、役所工事、草刈正夫、片瀬里の、篠田三郎、折本純吉、平吉江、勝野博史、夏谷岬など、テレビドラマだけでなく、映画や、舞台や、歌舞伎等でも幅広く活躍しているベテランの、 俳優陣が脇を固める形で出演している。その後の再評価もあって、2000年8月から11月にかけて、大河ドラマアンコールと題して NHK 総合テレビにおいて、平日15時台に全編が再放送された。ソフトとしては、総周辺の VHS、完全版の DVD が発売されている。特徴として、劇中のセリフで人名を呼ぶ際に、可能な限り、 意味なではなく、ニや通称を用いている。例として、日野富子を、御台様、足利義政を、御所様、または、室町殿、細川勝元を、右京大部、大内正宏を、左京大部などと呼んでいる。最終回まで主人公の富子を含め、すべての主要の登場人物については、その回の初登場時に、役名のクレジットが付けられている。 最終回では富子が山中をどこかへさまよって、消えていき、明確な最後を描かれることなく、ストーリーが完結している。大河ドラマで唯一主人公を演じる役者がナレーションを務めた。ただし、武田信玄の大井夫人など、劇中の人物が語りを務める他の大河ドラマのように、日野富子の目線で語られているわけではない。この作品は、本来、 連続テレビ小説の方式に習って1年間を10月を分岐とした前期後期の半年間ずつで展開する作品の第一弾として企画される予定だったが準備段階の1993年度に放送された番組の形式が振るわなかったため9月終了の予定を変更して12月まで放送された1995年以後の大河ドラマは1月開始12月終了の 歴年制による一年一作品に戻された。それまでの大河ドラマは冒頭から迫力ある音で始まるテーマ音楽が一般的であったが、西エ重明作曲の作品テーマ音楽は静かにピアノの独奏から入り、次第に弦楽器が重なってラストにかけて盛り上がっていくというものであった。また、同時期には宮古晴美がこの楽曲に歌詞をつけた曲を、 歌謡曲調にアレンジしたシングル、花の乱をリリースしている。また後年、三詞は、現代法学研究所からの移植を受ける形で、同曲の法学アレンジ版を発表している。タイトルバックでは、CG 処理された情景に、舞姿の仮面の女人が登場したほか、森林、山水、そして戦乱によって荒廃した光景などが表現され、この中には、将軍、 吉政の宇宙観や応仁の乱などで疲弊したとの姿などが投影された。映像には京都や室町幕府のシンボル的な名所なども登場しなかった。細川氏山梨その他の武将、死後大名説営セット特起がない限り、NHK クロニクルの NHK 番組表ヒストリーで確認。ただし応仁の乱をもって戦国時代の始まりとする従来の通説に従うなら、 本作はまさしく、戦国時代式を舞台とする作品であり、厳密な意味での、純然たる、室町時代を描いた作品とは言えないことになる。実際、本作の最終回ラストは、織田信長が上落し、戦国時代が一段落する後の時代について、言及するテロップが表示されるところで物語を、終えている。エビービデオリサーチ NHK 大河ドラマ過去の、 視聴率でデータハット NHK 連ドラカーネーションで会議先5年ぶり19%超一部放送日時の変更あり一部放送日時の変更ありありがとうございます